皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。主のライトです。今回は私もお邪魔します。挨拶をしたのは久しぶりだな。主のライトの登場も久しぶりだな。なんで今日は久しぶりを入れ込んだの？気分です。そうなんだ。まあ茶番はさておき、今日は何について解説してくれるの？今回はアフリカの中で特に平和と言われる国、ザンビアについて解説していこうと思うぜ。ザンビアか。聞いたことはあるんだけど、ちゃんとは知らないわね。解説お願いします。普段このチャンネルでは地理や歴史のことを解説しているから、興味のある方はチャンネル登録していってね。こんなこと解説してほしいとかあったらコメントで教えてね。サブチャンネルでやってほしいことも教えてね。ザンビアは、アフリカ南部に位置する国で内陸国だ。コンゴ民主共和国、タンザニア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ、ナミビア、アンゴラ、ボツワナと国境を接している。内陸国っていうのもあってか、国境を接している国は多いわね。オープニングで言っていた、アフリカの中でも特に平和な国というのはどういうことでしょうか？おう、ザンビアは世界平和度指数ランキングにおいてアフリカ諸国中では上位を保っているんだ。独立以来紛争が起こっておらず、平和外交を重視し、現在は民主主義体制をとっている。そういった点からザンビアは平和と言われているんだぜ。なるほど、確かにそれなら平和って言えそうだね。それは好印象ね。ザンビアの人口は約1840万人、面積は約75万平方キロメートル、公用語は英語で、首都であり最大の都市はルサカだぜ。公用語が英語ってことはもともとイギリスの植民地だったのかしら？そうそう、歴史についてはおいおい解説していくな。首都と最大の都市はルサカなんですね。ザンビアの主要都市はどんなものがあるのでしょうか？国の中央部に位置するルサカ、大鉱山を有するルアンシャやカブウェ、交通の要衝であり、ビクトリアの滝観光の拠点になっているリビングストンなどが主な都市だろうな。なるほど。ビクトリアの滝ってザンビアにあるんだ。初めて知ったわ。ビクトリアの滝はザンビアとジンバブエの国境に位置しているんだ。意外と知らない人多そうだよな。主のライトも初めて知った模様。大鉱山を有する都市があるみたいだけど、経済的にも鉱山は大きな柱になっているの？いいところに目をつけたな。その通りで鉱業はザンビアの主力産業になっている。特に銅は世界7位の産出量を誇っているぜ。コバルトも世界6位の産出量があるといった感じだ。じゃあここからは歴史について解説していくぜ。19世紀前半頃、ポルトガルがこの辺りに進出していた。ポルトガルは植民地であるアンゴラとモザンビークを接続させるために、現在のザンビアがある場所を探検していた。しかし、イギリスもこの場所に進出してきており、ポルトガルと衝突することになるんだ。なるほど、アフリカ分割が本格化していくのか。最終的にはどっちの国の植民地になるの？ザンビアはイギリスの植民地になった。1890年にイギリスは最後通帳をポルトガルに送るとポルトガルはこの地域から退いたんだ。1924年にイギリスはこの地を北ローデシア保護領とする。ちなみに南ローデシアは現在のジンバブエのことだぜ。翌年に銅の鉱山が発見されると、北ローデシア経済は潤うことになり、世界恐慌をも乗り越えた。イギリスの植民地時代に銅の開発が進んだんだね。1953年、北ローデシアは同じくイギリス植民地であった南ローデシアとニアサランド、現在のマラウイと一緒にローデシア・ニアサランド連邦を編成するぜ。しかし、このローデシア・ニアサ連邦は白人入植者の多い南ローデシアを優先した政策をとっていたため、黒人民族主義者が反発、1963年にこの連邦は崩壊するんだ。わずか10年間の連邦だったと。1964年7月にニアサランドはマラウイとして独立する。1964年10月に北ローデシアもザンビアとして独立するぜ。1964年にイギリスから独立して、5つの国になったのね。独立後すぐにザンビアは国際連合に加盟、アパルトヘイトを行っていた南アフリカ共和国とは国交を断絶した。アパルトヘイトってなんだっけ？人種隔離政策のことで、白人と非白人の関係について法律に書かれていたぜ。この法律のせいで、様々な場面において黒人などの非白人は差別を受けていたんだ。なるほど、それは断行してもおかしくないね。現在のジンバブエにあたるローデシアが1965年に独立すると、ザンビアは経済制裁を課した。ローデシアは白人政権で、黒人差別があった。それを受けて国連はローデシアに経済制裁を行い、それにザンビアも加わって制裁したわけだ。ザンビアの周りの国はちょっと不安定そうな感じかな。で、この経済制裁は効果があったの？いや、ほとんど効果はなかったんだ。それどころか、ローデシアを経由して銅を輸出していたザンビアが打撃を受けてしまう。
それはまずいじゃない。その通り、だから1970年にタンザニアと中国の支援を受けて、ザンビアとタンザニアを結ぶタンザン鉄道が建設されることになるぜ。これは結果オーライなのか。1970年、一等星が樹立される。しかし1980年代に入ると銅価格の低迷によりザンビア経済はダメージを受けるんだ。それを受けて暴動が発生するなど不安定な状態にあった。結果として1991年の選挙で一等星は終わるぜ。平和な国とは言っても一時期は不安定な時期があったんだね。政権交代後はというと、やはり政治は安定せず汚職やクーデター計画などがあったんだ。そこからは、何度か大統領の入れ替えがあるな。中華人民共和国との関係は、独立から良好だったんだが、21世紀に入ってからは国民の間で対中感情は悪くなってきている。そんな感じで現在に至るぜ。なるほどね、ザンビアについてよくわかりました。まとめると、ザンビアはアフリカの中でも特に平和と言われている国で、イギリスからの独立後は周辺国とちょうどいい距離で接しながら、現在に至っている感じね。そうそう、うまくまとめてくれてありがとうな。主のライトはどう思ったか？ザンビアは今まで名前くらいしか知らなかったけど、歴史とかを知れて興味が出てきたよ。それはよかった。とまあ今回は短いがこんな感じで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。